桃園空港に来ています。今日はですね、私の両親が福岡から台湾に遊びに来るということで迎えに来ました。超久しぶりだ。福岡の人たちが降りてきた。もうそろそろ来るんじゃない？まだかな。お父さんはゴルフに行ってるかな。あ、来た。あ、来ました。ようこそ台湾へ。あ、ようこそ。おとと、マッサージ代が稼いだ。はい、これお父さん。残念。臭豆腐の香りだよ。する？臭豆腐の香り。北京ダック美味しいよ。これが一つ？これが一つ。一つでこんなふうに。そう。770円。どうぞ。新鮮なマンゴー。すごい、ふわふわ。ふわふわ。お父さんどうですか？初めて食べる。最高。最高。日本で食べるかき氷と違う？これ日本ないでしょ。ないね。日本で食べたらもう2000円ぐらいするんじゃない？するする。マンゴー美味しいな。夏初だ。だって台湾だったらマンゴー100円ぐらいで食べれるよ。子供がたくさん食べに来た。嬉しい。食べさせたかったの、これを。初めてでしょ。感動ですか、お父さん。嬉しい。満足してるお父さん。よかった。めっちゃ積極的に食べてる。一食目なんですけど。夢中にマンゴーかき氷を頬張るお父さん。めっちゃローカルですよ。焼くか蒸しか。焼くか蒸しか。蒸すか。台湾の魚。台湾好き。はい、ようこそ台湾。これすごいよ。美味しいでしょ。おいしい。ここはもう15年前からお父さんとずっとここでダースタン入れに飲んでた。みんな台湾人だと必ず誰かを誘って飲む。ゆっくり飲んでいいですよ。これ習慣だから。お父さんは何歳ですかって。74歳。主人続けて価値は全部お父さんがやってるらしい。だからちょっと痩せた。お弁当買ってきてる。爸爸上料理教室。この間帰ったらお皿洗ってた。私も初めて見た。ニワトリ美味しいだよ。これは牡蠣。台湾の牡蠣ちっちゃいの。あれはタケノコ。いや、うちのお母さんは本当はちゃんとしたレストラン連れて行きたいんだけど、私がローカルのやつがいいってリクエストしたの。ちょっと申し訳ないって。ちょうど食べきれなくても持って帰れるから大丈夫。さっき選んだ魚です。美味しいですか？どうさん美味しい？でローカルでも全然美味しいでしょ。これが本当の台湾料理だよ。レオちゃん先どうよ。台湾の酒哎，我越不敬你们啊！这个。啊！そうやって飲むの違うと思う。不是这样喝的吧？我来干掉，干掉了。我不认了。58度にした方が効率がいい。あと節約できる。いっぱい買わなくてもいい。1本だけで済む。台湾最高だわ。お父さん台湾どうですか？最高。来るか来ないか迷ってたけど台湾に来てよかったでしょ。香りはもう飲んだし、よく一気で飲めたね。でも昨日さ、ビールも飲んでさ、ウイスキーも飲んで、香りはも飲んで、頭痛くならなかったの？強っ。さすが九州男子。赤肉豚だよ。揚げてる。美味しい。うん。料理美味しい。どうですか？美味しい。いただきます。どうぞ。この澄んだスープのやつとちょっと赤みがかったっていうか、はい、カクカク入ってる。牛肉の。牛肉麺どうですか？牛肉麺。牛すじがトロトロなの。700円。牛肉麺は結構台湾でもちょっと高い方。こっちのスープお父さんもダメ？こっちがいい。やっぱ日本人は本沢よりもチンドゥンの方が好きなんだ。そうだよ、マリコもチンドゥンの方が良かった、ね、確かに。だから日本人にとってのラーメンみたいな感じ。こうやって見たらさ、日本のうどんみたいだよね、うん、どうですか台湾の牛肉麺は、うん、普通だって。普通。福岡はナンバーワンのうどんがあるからだって。でもここ牛肉麺美味しいよね。美味しい。美味しいよね。麺ももちもちした。美味しい。牛肉麺に入れるの？入れない。お父さん結構隣のテーブルとかを観察よくしてるよね。お父さん辛いのが好きなんだ。ライチ美味しかった？美味しかった。だってライチあまり日本にないよね。ないないない。
冷凍しかないよね。日本で冷凍のライチが出てきたらちょっとびっくりした。ライチなんで冷凍なのって。最後、せっかちなお父さん、いつもすぐ言っちゃう。でも台湾だよ、どうしようもないじゃない。なんか日本みたいじゃない。日本だったから。ここ日本時代は 何だったの。温泉地、なんか箱根みたいな感じ。ああ、そうだ。どうですかお父さん、日本にいるみたい。日本時代から残る建築物だよ。早くアイスコーヒー飲みたいって本当に今日は最高の天気ですね。まあ台北も綺麗になったな。ほら銭湯ちっちゃいね、思ってたよりお風呂ですか。お父さん、お湯はどうですか。いいね。一緒に入る30年ぶりかな。背中流してあげるよ。こういう施設も無料で楽しめるのいいよね。だってみんなボランティアでやってるんだよ。地元の人たちが愛情を持ってボランティアの仕事してるんだよ。こんないい話してるのにさ、この姿勢。あ、なんか飛行機雲。お父さんの最高は簡単だもん。お父さんの最高はお金必要だもん。確かにお金かかる。前日に電話して台湾行かなくてもいいって言ってたくせにめっちゃ楽しんでるじゃん。こんなに私たちもておもてなししてるのに前日に電話かかってきて行かなくてもいいって。今日も一番面白いのがまず台風を利用して話を出すこと。まだまだ台湾の楽しさを伝えきれてないってことだよね。そう言われるってことは台湾行く行くっていうぐらいになってもらわないと。リゾートだよ。どうですか。めっちゃデトックスできた。水風呂入ってあったかいの入ってめっちゃ若くなったね。何歳ぐらい若返った。3ヶ月ぐらい。ここ飲み屋街ですよ。お父さんがここに来たらもう社長になるよ。でもここの飲食店は日本系ばっかり。夜になるとここからお父さんに社長いらっしゃいませみたいな。社長社長お久しぶり、元気。会ったことない人でもお父さんめっちゃ楽しそうな顔してるよ。台湾に来てうなぎ食べたいっていう人初めて会った。どうですか、美味しいでしょ。よかった。台湾産うなぎ美味しいでしょ。じゃあ満足感あるね。日本より安いけど美味しいよね。普通に日本の半額ぐらい。じゃあお父さんは OK って言ってるならこの店は本当に OK だよね。お父さんは絶対こだわりあるよね、うなぎに。うまいよ。だってこのお店も古いよね。じゃあうなぎ丼は家庭料理じゃないよね。違う違う、家では絶対作れない。スーパーで釜焼きになってる。昔は自分の家でも焼かない。昔は泡でうなぎを捕まえてさばいて焼いて食べる。そんなことできるの。川に普通にいたんだ。お父さんのちっちゃい頃の時代でもいた。川にうなぎ釣ってたの。めっちゃスベスベやん。今の為替だったら1500円もしないね。だから安いでしょ。じゃあうなぎは安いんだ。うなぎは日本で食べるより安いから。じゃあうなぎ好きな人台湾に来たらいいかも。これで3500円ぐらいする。日本1000円ぐらい。美味しいでしょ。台湾来てよかったですか。ゴルフと台湾はどっちを選びますか。やったことあるお父さん。台湾で全然やったことない。じゃあ初体験じゃん。じゃあ初めてだったらちょっと痛いかもしれないよ。痛かったら言って。起きない。痛いの我慢してるの。まだ痛くないの。こんなに準備してるのにまさか前日に電話かかってきて行かなくてもいいって。ゴルフに行ってるって。ねえ、台湾とゴルフどっちが良かった。ほらまたいっぱい気に入っちゃったじゃん。18ビールも気に入ったし、台湾のうなぎも気に入ったし、台湾の温泉も気に入ったし、マッサージも気に入ったし、それでゴルフに負けるって私はありえない。バイバーイ。豚肉、牛肉と羊。いただきます。いただきます。味はいかがでしょうか。
めっちゃ薄い。火鍋どうですか？台湾どうですか？ゴルフと台湾どっちがいい？うなぎ食べるまでゴルフっていう即興だったんだよ。でもうなぎは相当感動したらしいよ。結局全部辛くないよ。辛くないね。これ何サオラ辛い？こっちもスープ飲まない。けど飲めるなら火だったら。今回セッティングしたところ全部いいところだよ。またこれ今回は多分初ではなかったよね。全部 OK だわね今回。そうそうそう、お越しいただいて無事に台風も大丈夫。最後の夜はいいわ。よかったな。よかった。これは最高。イエーイ。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。